クロスレビューチャンネル。皆さんこんにちは、週刊ファミ通の神風の佐田です。今月のアシスタントはこの人。はい、週刊ファミ通の高橋ピーコです。よろしくお願いします。今回ご紹介する5本のタイトルなんですけれども、はい、なんと5本中4本がプラチナ殿堂を獲得したタイトルとなっています。年末にかけてね、良作ソフトがバンバン出てきましたから、はい、もう本当ユーザーにとってはウハウハですよね。はい、それでは今月の5本、週刊ファミ通1081号から1084号までのクロスレビュー掲載タイトルの中から紹介、今月の5本。じゃあ1本目から早速いってみましょう。じゃん、はい、機動戦士ガンダム戦機ゴールド殿堂33点です。ガンダムシリーズに登場するモビルスーツを操り、味方に指示を出してチームで戦闘を繰り広げます。オンラインにつなげば最大で8人対戦が可能です。はい、ガンダム戦機 PS3 でですね、ガンダムなんですけれども、やはり PS3 の性能をフルに活かした 3DCG は必見の価値あるんですね。オンラインで協力プレイもできますし、まあ、品売りもボリュームがあって、操作感も非常にレスポンスがいいということで、ね、アクションゲームファンはもちろん、まあ、ガンダムファンだったらね、これは絶対やっとべき作品です。はい、サクサクいきましょう。2本目、まあ、はい、今月はですね、4本プラチナ殿堂だから、もうこれ以降は全部プラチナですからね。はい、はい、じゃん、はい、実況パワフルプロ野球ポータブル4、はい、プラチナ殿堂35点です。パワプロシリーズ PSP 版の最新作、サクセスモードが3本立て、相変わらずの大ボリュームに大満足間違いなしです。今作では選手の顔写真が見られるようになりました。4作目なんですね。もう非常にこうやっぱりボリュームが非常にある、まあ、シナリオ、まあ、サクセスモードがシナリオ3本あってですね、新しく甲子園のね、監督になる、甲子園を目指す高校野球部の監督になる情熱モード、うん、やっぱね、いろんなモードがあってですね、まあ、あとはポタカを集めたりとか、もう本当にやりごたえ満載になってますので、野球ファン、まあ、バーフルファン、はい、まあ、もちろんですね、もう家でも外でも三昧楽しんでください。3本目いきましょう、はい、じゃん、じゃん、王様物語プラチナ殿堂35点です。プレイヤーは王様となって国民を引き連れて戦う新感覚の RPG、 他国の王様や敵と戦って領土を拡大し世界統一を目指そう。はい、王様物語、新規タイトルですけれども、はい、RPG って銘打ってますけれども、シミュレーション要素、アクション要素も非常に高いですね。やりごたえもあって、ボリュームもあるというですね、まあ、もう様々な要素が詰まっている、タイトルなんで、まあ、見た目の可愛さもそうなんですけれども、結構やりごたえがね、ゲーマー向けのタイトルになってますんで、はい、ちょっと見た目で敬遠した人もぜひやってみてほしいと思います。いよいよ残り2本です。はい、フォーエバーブルー海の呼び声プラチナ殿堂36点です。ダイバーとなって世界中の海を冒険、陸地や川の探索も可能で300種類以上の生物たちと触れ合うことができます。前作も Wii で出まして、はい、非常に僕も大好きなソフトの一つなんですけれども、まあ、海のね、神秘さっていうのがね、非常に味わえる、ゲームでですね、海を探索しながらいろんな生物をこう見つけて、あとはもう海底神殿とか、まあ、アドベンチャー要素も非常に、高いので、もう本当に海でゆっくりするもよし、こうアドベンチャー的に楽しむもよしという感じなんで、本当に、操作方法も非常に簡単なので、まあ、やってみることない人にぜひやってほしいと思います。はい、はい、最後の1本です。何でしょう。はい、ポケットモンスターハートゴールドソードシルバープラチナ殿堂37点です。ゲームボーイで大ヒットしたポケットモンスター金銀をリメイク、追加要素の一つポケウォーカーを使えばポケモンの育成や道具収集などが行えます。はい、ポケモン金銀のリメイクということで、ポケモン金銀が出たのが今から10年前、1999年なんですね、はい、もう本当に待望の、リメイクということで、ファンが非常に待ち望んでた存在なんですけれども、もうね、その当時やってた10歳の人がもう20歳になってるということで、でもポケモンはですね、もう本当に、年関係なくすごい非常にゲーム性高いので遊びますし、はい、今回はポケウォーカーということで、捕まえたポケモンをですね、ポケウォーカーに入れて、育成することもできますので、本当にこう長く遊べるソフトになってますので、まあ、ポケモンファンじゃなくても、これもこれ機会にやってほしいと思います。はい、リメ
メイク作品にもかかわらずポケモン大人気ですね。いやまあベースはねやっぱ10年前の金銀なんですけれども、やっぱりその DS になっていろんな要素もありますし、はい、まあ、先ほど言いましたけどやっぱりこれでしょ。お、本体同梱のポケウォーカー。そうですね、これでまたね新しいポケモンのね遊び方を提案してくれたので、はい、まあ、小さい子供から、ね、まあ、もう健康にもなりますからね、まあ、ね、ボケ的なねやっぱりもあるので、はい、ぜひやってみてほしいと思います。はい、それでは次のコーナーに行きます。今月のピックアップタイトルはこちら。今月は35点を獲得してプラチナ殿堂に輝いた Wii U ソフト王様物語をピックアップ。今回紹介してくれるのはこの方です。こんにちは、週刊ファミ通編集部のサンフランシス小山です。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと待ってください。このね王様物語っていうね、はい、すごい可愛らしいタイトルなのに、はい、なんでこんなむさい男が紹介するんですか。なんでなんですか。なんでなんですかじゃないでしょう。ピーコがこうやってきたんでしょ。いやあのこれ見た目は可愛らしいんですけれども、はい、中身は結構なこう難しさでえぐい感じですね。あ、後半のタイトルだから、後半のタイトルだから編集部一後半のお前が来ると編集部一後半の俺が、なるほど、はい、それだけやり込んでるってことですね。はい、そうですね、クリアしました。本当にねグッダグダな説明だったら途中で帰ってもらいますから。はい、わかりました。覚悟しておいてください。はい、まずこのゲームのジャンルなんですが、はい、王国わらわら RPG ということなんですけども、はい、このジャンルねもう分かんないですよ、どんなジャンルなんですか。ベースの部分は RPG なんですけれども、うん、それ以外にシミュレーション的な国を大きくしていく要素やあの敵を倒すアクション的な要素がある。なんか見た目はグラフィックすごい絵本みたいで可愛らしいですけどね。あの可愛く見えるんですけど可愛い顔して、さっきまで言ったようにちょっとなかなか手強い。あー、そんな感じですか。ゲームの目的は自分が王様で、うん、周りにある全ての国の王様を倒して世界を統一するというところが目的ですね。じゃあプレイしながら解説してもらいたいと思います。こうフラフラ歩いてるこれ国民ですね。彼ら白い服着てるのはのんきな大人って言って、特に職についてない人です。ニートですね。あ、まあ、あののんきな大人です。のんきなニートいっぱいいます。で彼らに、のんきな大人です。のんきな大人。彼らをですね、スカウトするんですね。はい。ついてきます。何まで今だとあの左下に出てるんですけど、5人がマックスですね。5人つけましたね。この辺がわらわらの、わらわらたるゆえんですね。こういう道端にある穴とかを掘ったりしながら。これでお金が入ったと。基本的に王様ってこう国民を突撃させる、ボタンを押して突撃させると退却するの2種類ぐらいしかこうフィールドではできないんですね。赤いやつの穴出ました。すげえな、これなんか出る油田？なんか出るんじゃないですかね。あ、結構でかい効果ですね。でこうやってアイテムを手に入れてですね、お城に戻るんですよ。お城に戻って今度は自分が玉座に着くと、初めてそこで今手に入れたアイテムを、はい、生産ですね。とりあえず城下町を作ろうと、予算今ちょうど持ってるお金とぴったりなんで、これを建てます。兵士を建てます、はい、こう下にこう、その日の情報とか、いろいろなインフォメーションがあそこに流れるの結構特徴なんですね。城下町に兵士の門番小屋が完成しました。これそうですね、ニューって書いてある。これだ、のんきな大人を捕まえてこの中に突っ込むと、ただで今回下っ端兵士ってことはまだまだランクがあるんですね。あります、あります。で兵士になると今度ちょっとできることが増えて、例えばこういう丸太壊したりだとか、あ、株のお化けですね。お化けですか。本当だ、本当だ。とりあえず全員で突撃させて、あれ倒しました。株に入りました。株お化けぐらいね。敵も見た目のんきですね、独特のグラフィックですね。あ、来た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 。で、あ、怒ってる時に攻撃仕掛けてきますんで、その時に退却をさせる、突撃させて怒ったら退却させるの繰り返しでゲーム進めていきます。これ序盤ですから力押しでもいけるんですけれども、そのうちそうもいかなくなってくるっていうのがこのゲームの手強い部分で。なるほど、今
今のうちそこのヒット&エアを覚えておいた方がいいですね。こんな感じでですね、はい、遠征をしてお金を手に入れて、うん、入ってきたお金でまた国を大きくして、で国が大きくなっていくと今度引き連れていける人数とかも増えてきたりしますね、うんうん、それとさらに強い敵と戦える、うん、それの繰り返しでしばらく進んでいきます。そのうち、もうこの国が大きくなってきたので、うん、他の国から挑戦状が届いてですね、うん、まあ、悔しかったらやってきてみろと。とりあえず内政でこういろいろ、そうですね、国力を高めといてって感じなんですね、はい、うーん、まあ、そこら辺がシミュレーション的な、そんな部分ですね。たまたまこう出くわした敵と戦ったりなんだしてたんですけども、はいはいはい、それ以外にもですね、ご意見ボックスというものがあって、うん、そこにあの国民からの声が届くんですね、はいはい、ちょっと実際に見てみてみます、はい、そうですね、こういうふうに届いているんですけれども、はい、中にはこう、こういうのクエストと呼ばれる類のものなんですけれども、クエストもなんか RPG みたいじゃないですか、はい、そうです、 RPG ですからね。なんか墓場からなんか物とかするんでちょっと様子を知りたいと。実際王様としてはと国の悩み事は解決しなきゃいけないので、このクエストを引き受けてちょっと行ってみます。はい、王様自ら、王様自ら、もう敵ですよね、確実に主ですからね、主ですね、そのエリアの主ですね。牛骨、あ、怖え、牛骨ってことは牛と骨ってことですから、頭が骨ですねこれね、完璧に。ほら、あ、普通に予想通りですよ、絵通りですよ、さっきのそっくりですね。これ牛っすからね、多分おっぱいとか出してくるんじゃないですか、ね、牛だけにね、牛だけに、まあクラクラしてるところをこれでしょう、こうやってくっつくまでに、あ、みんなモネモネした、その前に退却じゃねえの、それね、大丈夫です、大丈夫です、減ってないです。怒ってますよ、怒って、怒って、危ない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 、引かれた、引かれた、これ退却させないと、これも違う、違う、これじゃないでしょ、でも壁に突っ込んでます、やばいやばいやばい、将棋か、将棋か、これ、おー、あ、あ、怒ってます、もうちょっと、今大丈夫です、これはね、これ、あ、いた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 、後方の手ですが、これで、あ、クリアしてくれ、なるほど、主を倒すとその主がいたところの近所の、変なのと呼ばれる、ああいうモンスター変なのと呼ぶんですけれども、そちらがいなくなり人々が住めるようになると、そうやって領土が広がると、この繰り返しでゲームが進んでいきます。なるほど、まあ、いつまでたってもむさい男がプレイしているよりも、はい、うちのビジュアルクイーンにねプレイしてもらった方がいいので、高橋さんお願いしますよ。 はい、頑張ります。兵士だけですよ、兵士、まあ、一人ぐらい農民がいても、なんですか、農民何やってます、途中にある穴掘りとか早いです、うん、のんきな大人より早いです。じゃあお一人、あ、そうですね、そういう穴とかですね、穴あった、あった、穴あった、とりあえず穴掘らせよ、お、すげえ、あ、何ですか、超早いよ、一人なのに、うん、まあ、こういう時は兵士崩壊です、ね、あ、もう行った方がいい、つくん、つくんだ方がいい、つくんだ、じゃみんな、みんな、みんな行った、金塊です、金塊ですね、かなり出ました、ウェボーです、あ、これ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 じゃない、ほら、ほら、ほら、来たよ、お、お、お、じゃあ、このいい感じの街道、はい、何やってんですか、いい感じのカエルが今ボックスか、そうですね、え、ちょっと待って、なんて木切っただけじゃねえか、君とあ、なんか、え、何ですか、何ですか、これ毒食らってますね、毒、あ、毒食らってるんですか、キアリーはないですか、キアリーないです、やばいじゃないですか、時間です、そう、これどうすんだよ、カエルとりあえず怒るまでは突っ込まないと、あ、怒ってますね、あ、怒った、怒った、あれ、なるほど、怒るまでは突っ込むね、そうですね、今ペロって食われましたね、オリーブ、え、あ、脂肪、脂肪、オリーブ脂肪です、オリーブ脂肪です、隊長、隊長、オリーブ脂肪です。その後も次々に国民をペロリされる長田、じわじわと敵の体力を奪うも、ついには王様一人になってしまうのだが、編集長の意地を見せ、王様一人で討伐に成功、あ、行ったんじゃない、行ったんじゃない、ほら、あ、さあ、そう
そう。ちょっとあんま他にない国ですから、すみません。まあゲームの目的はあくまで国民を突撃させて、はい、退却させてっていう、まあ、こういうプレーもできると。まあそういうプレーもできます、はい、もう人使うのは下手だと僕はね、編集長なので、はい。で先ほどの主みたいなのを倒しつつ、はい、いよいよ王様に挑むんですけれども、はい、この世界にいる王様でですね、一人一人戦い方が異なるんです。ボス戦ってことですか？ボス戦です。お、出たよ。ハートさんじゃないのこれ？違うの？シシカバオ。あ、お、どうしよう。フルバルチックな。このでしたっけ？いや、わかんないですけど。ということでボス戦なんですけども、こう転がってくるシシカバブを、これピンボールじゃないですか？そうですね、ピンボールですね。これに合わせて今度国民を突撃させて、こう伸ばすとですね、当てると体重減っていくんですけれども、伸ばすと食われて太っていきます。あ、体力が回復する的なものね。そうですね。すげえ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 。お、来た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 。こんないいところ。大文字焼きですね、今ね。大文字焼き。こんな感じです。あ、これ、ここ。フィーバータイム、フィーバータイム、フィーバータイム、フィーバータイム。全然違いますね、ゲームが。そうですね、ゲームが違ってきます。でもやることは、まあ、打ち出して、突撃させて、退却させるんですけどね。ルールがこう違うって感じですね。なるほど。これが、こういうボス戦がどのぐらいあるんですか？全部で7000。7000。7000プラスアルファみたいな感じです。これはちょっとこう注目ですね、これは、ね。はい、やってみなきゃわかんないです、はいはい。こんな風にボスごとにいろんなゲームが遊べる感じなんですね、はい。それ以外にもこう細かいところが作り込まれてる感じがするよね。そうですね、うん、結構あの町の住人とかにしてもこう喧嘩してたり、喧嘩した後仲直りしてたりとか、そういうところまで細かく細かくいろんなこと作られてますね、はい。これ Wii 本体もね、値下げになったし。そうですね。どうですか、ぜひ2代目でも。いやWii 本体よりもこれを買えってことでしょ。そうですね、で Wii 本体買えってことじゃないですか。Wii 持ってない人もやれっていう締めじゃないですか、これ。そうでした。大丈夫ですか？任天堂の回し物みたいになってますけど大丈夫ですか？すいません、はい。今回は王様物語をピックアップして紹介しましたけれども、まあ本当できればやっぱ女の子に紹介してほしかったなっていうのがあるんですけど、本当に申し訳ないですね。またそれを言うんですね。本当に申し訳ないと思うんですが、まあ、小山君のね解説は良かったんですけどやっぱり次回はぜひ女の子で強くお願いしたいと思います。はい、じゃあ、はい。